皆さんは稲荷神社に参拝されることはありますか？私は正直言うと、長いこと稲荷神社に対して少し怖いイメージを持っていました。失礼なことをすると罰が当たるといった話がたくさん出回っているからです。また稲荷神社のお狐様の像は厳しい顔つきのものも多く、そうした像が並ぶ空間は威圧されるような恐ろしさがあり、気軽な気持ちでは立ち入ってはいけない場所のような気がしていました。ですが、そんな私の稲荷神社に対する考え方をガラリと変えてくれたのが、今回紹介する桜井四季子さんです。四季子さんは特殊な能力を持った方で、神社にいる神様のお姿を見たり対話をすることができます。今回はとある稲荷神社の神様についての話をご紹介したいと思います。皆さんごきげんよう。幸せ図書館の館長のことぞらです。このチャンネルでは主にスピリチュアルをテーマとして様々な本を紹介しながら、皆さんが今日から実践できてワクワクハッピーになれるような情報をお届けします。今回は桜井四季子さんの神様のためにあなたができることから清高稲荷神社の話をご紹介したいと思います。先にも述べたように、著者の桜井四季子さんは神様や神様の使いであるご眷属と会話をする力を持った方なのですが、この本には四季子さんが訪れた神社で神様から聞いた話やそこで起きた不思議な出来事などがまとめられています。四季子さんはこの本を通じて、人間が持つ信仰心にはパワーがあり、それが神様を元気にするのだということを伝えています。私たちが神様を信仰すること、そして神様を敬い感謝し応援するということは、神様自身のパワーになるのです。言い換えれば、神様とのご縁を深め、神様に可愛がっていただくコツ、そして私たちがいつも見守ってくださる神様のためにできることは、信仰心を持つことなのです。では、私たちの信仰心、感謝や応援の気持ちがどんな風に神様を元気づけるのでしょうか。早速そのエピソードの一つをご紹介しますね。清高稲荷大明神が語ったこと。清高稲荷神社は和歌山県の高野山にある知る人ぞ知る稲荷神社です。四季子さんが清高稲荷神社を初めて参拝したのは2016年。この時の印象は、かなり錆びれているなぁだったそうです。鳥居は錆びていたり朽ちているものもあり、またお供え物も古いお酒やお水などで信仰する人がほとんどいないような状態でした。そんな状態なので、当然そこにいたお稲荷様もエネルギーが弱っていました。四季子さんが見た時には、お稲荷様は参拝者側に背を向けてくるんと丸くなって横たわっていました。体が大きくて力があるのは間違いないのですが、毛の色はやや濃いめの茶色で、毛づやも悪くパサパサだったそうです。お稲荷様は四季子さんとの会話の中で、ここは居づらくてのーと語りました。感情されてここに来たので、律儀に鎮座し続けているものの、参拝客も少なく結界を張り続けているのがしんどそうに見えたそうです。そこで、少しでも多くの方に参拝してもらえたら、お稲荷様が元気になるのではと思った四季子さんは、この神社のことを本に書いて紹介することで、読者さんに応援に来てもらおうと思いました。そのことをお稲荷様に確認したところ、お稲荷様はとても喜んだそうです。どうやら一人でも多くの人にお参りに来てもらいたい様子でした。そこで四季子さんはこのお稲荷様のことを本に書きました。それが2016年のことでした。それから4年後の2020年、四季子さんは再びこの神社を訪れます。そして神社を見た四季子さんはとても驚き感動します。以前は重たく暗い雰囲気だったそうですが、それがガラリと変わって明るく温かい雰囲気に変わっていたのです。鳥居もすべて塗り替えられ、境内もきれいに整えられていました。そう、四季子さんがこの神社のことを本に書いたことで、たくさんの読者さんがお稲荷様を応援するために清高神社を参拝するようになっていたのです。鳥居が見えるところまで来ると、眷属が15体くらい勢ぞろいして四季子さんを出迎えてくれました。さらに祝詞を唱えて出てきたお稲荷様の姿もすっかり変わっていました。元気がなくて横になっていたのが嘘のように力強く鎮座しており、サイズも巨大化していたそうです。
毛の色も真っ白に変化してツヤツヤだったのです。しきこさんは見返りを求めず神様を元気づけよう、応援しようという愛がお稲荷様のパワーを取り戻すことにつながったことを目の当たりにし、人間の信仰心には強力なパワーがあることを悟りました。お稲荷様は辛い状況だった時に来てくれた人に心から感謝しているということをしきこさんに伝えました。参拝に来てくれた人のことは一人残らず覚えているそうで、参拝に来てくれた人の家には時々眷属を見守りに行かせて守ってくださってもいるそうです。これから頑張って多くの願掛けを叶え、厳しい修行もして神格を高め、神社を栄えさせたいと張り切っていたそうです。しきこさんは参拝者によって力を取り戻したお稲荷様を見て感動したとともに、高野山を訪れた時にはぜひ訪れてほしい神社だとこのエピソードを伝えてくれています。優しいお稲荷様ですから一生懸命に願いを叶えてくださるそうです。人間が熱心に信仰することをお稲荷様が喜ぶという話は私自身も聞いたことがあったのですが、それがこうも分かりやすくお稲荷様のパワーにつながるということは知らなかったので、この話は大変面白く読ませてもらいました。お稲荷様を応援しに参拝に行こうという純粋な思いを持ったしきこさんの読者さんと、そのことに深く感謝をし参拝してくれた人たちを守ってくださっているお稲荷様の絆にはとても心が温まりました。ちなみに本書には源九郎稲荷神社という別の稲荷神社のエピソードも紹介されているのですが、こちらの眷属は律儀な性格でうっかり失礼なことを言うと頭の上にびっくりマークが点灯して一斉にすごい迫力で睨まれるそうです。親分であるお稲荷様はおっとりとして温かい神様ですが、そこに仕える眷属たちは忠実で律儀で優秀でとてもかっこいいなぁというのがしきこさんの印象だそうです。このように稲荷神社でもいろいろな特色があるようで、しきこさんの話を通じてこうした神様の世界の話を知れるのはとても面白いですよね。私たちもピリッと厳しい空気を感じる神社や優しく温かい雰囲気の神社など、神社によってエネルギーの違いをなんとなくでも感じることがあるかもしれません。それはもしかしたらそこにいらっしゃる神様やご眷属の性質とリンクしているのかもしれませんね。最後に私自身の体験談をお話しさせていただきたいのですが、その前に少しだけ補足をさせてください。ここで紹介したお稲荷様はしきこさんが許可を取ってご紹介されているお稲荷様です。お稲荷様の神社はたくさんありますが、中には厳しいお稲荷様もいらっしゃいます。定期的な参拝やお礼に行けないのであれば、闇雲に願掛けをすべきでない場所があるのも事実です。やはり人間同士との付き合いと同じように敬意と感謝を忘れずお付き合いをされることが大事です。そのことを忘れずに言いましょう。私は心身ともにすごく不調だった時に、とある稲荷神社に助けてもらったことがあります。その神社を訪れてから自分の中のエネルギーが切り替わり、体調が明らかに良くなっていったのです。私は深く感謝したと同時に、何か自分もお返しできることはないか、神様のお役に立てることはないかと考えました。そしてその時に知ったのがしきこさんのこの本でした。この本を知ったことで、今まで以上に丁寧に神様に対しての敬意や感謝の言葉を伝えるようになりました。それだけでなく、応援の気持ちを持つという意識も芽生えました。それが自分が神様に対してできることだということを知ったからです。また最初にも言いましたが、正直言うと私はしきこさんのことを知るまでお稲荷様に対して少し怖いイメージがありました。しかしこの本やしきこさんのブログなどを読むうちに、お稲荷様のちょっぴり人間臭い部分や優しく温かい部分を知り、決して恐れる必要はないのだということを知りました。むしろ人間が未熟で自分勝手な振る舞いをすることに原因があるのだと反省をしました。信仰心を持ち、感謝を忘れず、自分自身も神様を応援する気持ちで参拝することで、誰よりも力強い味方となってくれるのがお稲荷様です。このことを忘れず、皆様も良きご縁を結んでください。今回はお稲荷様のことをピックアップしましたが、本書にはここで紹介した以外の神社やお寺でしきこさんが神様から聞いた興味深いお話が他にもいろいろと紹介されています。
いずれのエピソードもとても面白いので、興味がある方はぜひ本書を手に取ってみてください。今後も今日から使えるワクワクするような情報を発信していきたいと思うので、このチャンネルが良かったと思った方は LIKE ボタンやチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。愛を込めて、琴空より。